こんにちは、ひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今日の名言は、フロイトさんからの名言でございます。心理学者フロイトさん。どんな名言でしょうかやはり心理的なものに関するところでしょうか早速読み上げます。あらゆる性あるものの、 目指すところは死である当たり前のことが書かれていますね問題は問題というか主題はそれをもってその事実を突きつけられてどう思うかですそれを考えてほしいんですねフロイトさんははい 聖あるものの全ては死に向かっている。そういう中であなたはどう生きますかこういう大きな問いをされているわけです。はい。あまりに大きすぎて私は受け止められないですけれどもね。もうちょっと具体的にしてもらえませんかって。<laughs> フロイトさんが先生、大学の先生だったら言っちゃいますけどね。もうちょっと具体的な質問に変えてくれませんかって。それじゃあちょっと大きすぎますって言っちゃいそうですけどね。はい。 まあけど、考えることは重要なことなので、はい。まあ、受け止めます。はい。受け止めて、考えてみます。はい。今すぐに答えは出せませんが、はい。ということで、今回も最後の最後の最後に、もう一度この名言を申し上げて、終わりとさせていただきたいと思います。それでは皆さん、また別の配信でお会いいたしましょう。 それでは参ります。あらゆる性あるものの目指すところは死である。